はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はちょっと珍しいタイプの、動画になります。自分がビートルズとそれからジャズの音楽にちょっとのめり込んだというトピックなんですけれども、そのトピックの後に自分のピアノの演奏もつけておきます。はい、なんでかというと、時々ご覧いただいている方にですね、お前の演奏も聴かせてくれみたいな、すごいこう不思議な好奇心をお持ちの方がいらっしゃるんですよね。なので、まあ最近ね、ちょっと自分としても力を抜いてやってるもんですから、まあこういう機会にね、時々ちょっとたまには出してもいいかなということで、まあこのトピックの後に自分の演奏もつけておきます。まあ、大したことないですから、ご興味なければカットしていただければそれでいいと思うんですけどね。まあ、その前に今日はね、ビートルズと自分のそのジャズ、特にジャズが僕は好きになっちゃってるんですけれども、ビートルズの後にね、その流れっていうのをね、ちょっと思い出したことがあって、トピックにしたいと思います。普通ね、ビートルズというと大抵はみんなロックにね、どんどん知識を増やしていろんなバンドを知っていくと思うんですよね。僕もビートルズの後にですね、特にプログレッシブロックとか、まあ、ブルースロックなんかも割と好きになって、まあそれほど多くはないですけどね、聞いたりはしましたけどね。ただどっちかというと僕はジャズの方に流れてしまったんですね。で、なんでジャズの方が好きになっちゃったかというと、やっぱり自分で楽器を演奏して、その上で作曲もしたいみたいな変なかっこつけた欲望があったんですよ。で、ビートルズを知れば知るほどですね、やっぱり作曲能力というか、綺麗な音の構成、和音構成とかコードとかコーラスとか、そういったものにもう限りなくこう興味を惹かれたっていうか、持ってかれたわけなんですね。で、そういうものを使ってこうどんどん楽しみたくなってしまったわけなんですね。で、もともとジャズは好きだったんですけれども、クラシックも好きだったんですけれども、でもジャズっていうのはご存知の通り、好きな演奏をアドリブ的にどんどん入れていい音楽じゃないですか。で、そうすると、そのビートルズって得た知識っていうんでしょうかね、音楽的なエッセンスというのを、ジャズのアドリブ演奏をするときなんかにバンバン入れてあげると、面白くて面白くてしょうがないっていうことがあったんですよね。なので割とジャズをやっていても、どっかしらビートルズに片足突っ込んでたという時がすごい長かったと思いますね。で、そういうビートルズ的な音の響きなんかをこう勝手に使ったりしながらジャズをやると本当面白かったということがあって、僕の基本的なスタンスはもともとジャズが好きだったんですけれども、ビートルズによってジャズをこう深く広く楽しむことを教えてもらったと。で、その上で今になってみると、まあ、もっともっと自分勝手にやってるという感じなんですよね。例えばですけれども、ビートルズもポール、特にポールですけどね、ハニーパイとか Your Mother Should Know とか、特にこうジャジーな雰囲気を僕は感じる曲もあるんですよね。まあ、それだけじゃないですよ。普通の、まあ、ロック的な曲の中にも、あ、このコードをジャズで使ったら面白いなっていうのは結構あったりするんですけれども、そういうことが本当にこう重なっていって、自分としてはジャズでアドリブで好き勝手やると、それが楽しくなってしまったというのが僕の、ロックからジャズへの流れ、ビートルズからジャズへの流れだったような気がしますね。まあ、こんな話聞いても全然つまんないでしょうね。ということで、今日は先ほど申しました通り、時々僕の演奏もリクエストいただいてたもんですので、そういう方々だけのためにですね、自分の演奏をちょっとこの後貼り付けます。ステラバイスターライト、星影のステラという曲なんですけれども、大昔のスタンダードナンバーですね。これをピアノトリオでやっております。かなり前の演奏なので、まあ、今の自分のスタイルとはちょっと違いますけどね、まあ、こんなピアノを弾いてますということで、ご興味あればお聴きになってみてください。失礼します。